はい、横さん、はい、ゴルフパートナーでございます。やってまいりました。はい、宇都宮鶴田店でございます。はい、はい、もういつものルーティンでございます。はい、はい、スマイダカップのね、はい、ついでにあの宇都宮近くのゴルフパートナーやらせていただきます。はい、一応ね、まあ、PR ということですが、はい、まあまあ完全に自分の趣味でございます。はい、はい、すごいですね。もう間もなく5月終わりますけど 30% 買い取りアップ。ああ、おお、 30% ってすごいじゃないですか。はい、3割も全国的にやってんの？いや、お店独自だと思います。独自だ、はい、すごい。そうなんだ。へえ、そんなことやっちゃっていいの？捨てるし、しつこうな。D1、龍馬の D1 ですか？ D1、うん、7000円。おお、いい顔してんね。いいですね。リオマはいいよな。レベル、あ、いいよなんて見せないといけない。はい、こんなのね、本当ゴルフこれから始めようっていう人はこういうところからこううまく選んで安くセット作れば本当にいいと思うんですけど、実家のゴルフパートナーにもですね、あのチャリンコ乗って少年が来て、僕ゴルフやろうかなと思うんです。おいいね、いいね。初めてのゴルフキャンペーンやってるから、まず1本無料で持って行きなって言ってあ、ほんと、はい、すげえじゃん。そう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 、そういうたくましい子が欲しいわな。はい、絶対プロになれるよ、もうその時点で自転車でフラーって来てからなんだと思ったんですけどね。そうそう、そういう子が成功するんだよ。パラダイム、パラダイムクリック19度、オーバーウッド。ちょっとフェイスが薄くてちょっと、ね、なんかね、またあのあれが出ましたね、 AI スモークのその限定品みたいなやつが、うん、こういうやつ、ロフトのとか、あとトリプルダイヤのマックスとか、なんかいろいろ。あ、そうなの。はい、ちょっと昼寝してたんで、車の中でピッククラッシュ。やっぱね、今ね、うん、今の中古市場のドライバーの中で、うん、めちゃくちゃレアなのが、うん、QI10 の LS と G430 の MAX 点検、これが今めちゃくちゃレアです。なかなかないんですよね。そうなんだ。はい、430見つけたら即買いぐらいの、やっぱ売れてるんでしょうね。へえ、まさか横田新チャンネルで俺が買ったからなくなってるってわけじゃない？そういうわけじゃない？まあまあ参考にしてくださってるね視聴者さんも多いと思いますけど、うん、あったら本当うちも買い取りたいぐらい本当に。そうなんだ。へ、うん、まあ、そういうね、売れどころのクラブは欲しいわね、うん、だから効果買い取りしてくれるわけでしょ、そういう場合は。もちろんです、もちろんです、ね、だから。お、ここもシダコーナーありますね。いいですね、シダコーナー。ジュニアが今打ってる。おうおう、すんげー落としてる。いいね、いいね、いいね、いいね。QI10 のコーナーですね、うんうん、結局何使えばいいんだ、QI10。やっぱ LS か MAX じゃ、 LS か普通のやつじゃないですか。だよね、うん、MAX なかなか使ってる選手いないですね。ね、ね、テーラーは本当見ないと分かんないよな。何本も何本も個体差あるから。全然違うもん。ね、AI スモーク、うん、トリプルダイヤか、
この間私が関西分で2日目までビビらした、はい、うん、ビビらしましたね。ビビらしたやつ。まあまあ飛んでたよね。飛んでましたね。トットペックもびっくりじゃないですか。同じクラブだもんね、はい、ペグもエアイスモグだったもんね。クレイジークレイジーなんや15万ケース。あ、これクレイジーのシャフト、クレイジーのシャフト、アイアンシャフトっていいのかな。いい顔してるわ。僕の言ういい顔は面がいいっていうことですからね。シャフトがすごい高いんだろうな。ダメな。シャフトがすごいんだろうなこれ。ダメな。だこれの15万9000円っていうのは多分お値打ちなんだろうな、まあ、シャフト代にしたらね、うん、そのシャフトだけ買うのよりは得でしょうね、うんうん、そうだ。一回クレイジーのアイアンのシャフトも打ってみようかな、うん、ジェットさんに打たせてもらって。ジェットさんのシャフトを打ってみたいな。そうですね、うん、もうなかなかやっぱゴルフ場が多いところっていうのは道具集まりますね、うん、宇都宮もゴルフ銀座ですもんね。やっぱオノフいいなぁ。2024だ。今年モデルだ、はい、おーおーおお。8万円か、うん、8万円ぐらいならな。あ、でも6万までしかないのか、はい、でも俺今6万までしか入れてないか。どうですかこの2020年と比べてどんな感じの違いがありますか。ああ、いや、なんかなんかねパシッとしてた新しいやつの方が。オフセットが少し減ってる。なんか少しロフトが立ったのかな、少しだけ。中で32度っていうことはそんなことないのかな。これがどこに書いてある。あの、あ、こちらの2024年モデルが7番で32度ですね。ああ、ほら、あれ5番で5番で25度ってことは6番で28度、7番で32度なんじゃないかな。一緒、うん、でもこれなんかフェース面に加工入りました。そうだね、それが新しいの。この滑り止めみたいな、それが新しいの。あ、でも2020年も入ってんな、うっすら入ってる。じゃあ薄くなってっちゃったの、うん、あとは塔に重りが入ってる、うん、あとブループリント T が出てますね。 T ね、はい、なかなか、ま、これも中古で見かけない。T って優しい。 T は難しい方ですね。あ、難しい方ね、はい、ああああ、そう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 、難しい方の方がね顔はいい、いいよ、うんうん、お見せします。顔がいいよっつって面がいいですよ。本当初代のブループリントのいいところを残しながら進化しましたよね、うん、これはななんかちょっとマッスルバックのロフトが寝てないやつ欲しいな、うん、ロフト33度ってどうなの。7番やの33度だと、うん、ちょっと寝てる、まあ
いや、ね、そんなに寝てないです。寝てない、うん、あのタイトに比べたら寝てないですね。だよね、なんかちょっと飛びそうな顔してたからさ、はい、俺のスリクソンのアイアンとどうなんだろう。小西健太どうなんだ、良くなってきてるのかな。まあ、小西健この間予選通過しました、関西オープン。おお、そうそうそう、5番で25、5番でって言ってみたり7番でって言ってみたり、うん、これちょっとね、これ立ってるもんね、ロフトね、少しね。でも1度ぐらいでしょ。なんかどころついてますね、うん、井戸さんなんかフラットにしてんのかな。井戸さんあフラットにしてんだな、これ。わらんな、これフラットにしてるわ。ああ入ってる入ってる、フラットにしてるわ、うん、ね、うん、でも中古はいいよね、そうやって逆に考えれば、うん、いろんなのがあって、うん、グリップコーナー、ギャル店長の動画がめっちゃ再生されてますよ。恐るべし、うん、平塚の結構いいレッスンの動画よりも言ってるからな、うん、やっぱな、はい、藤田さんまあうちらの神動画は藤田さんのね、はい、ショートパッドを外さない動画、やっぱ藤田さんといえばなんかショートパットなのかな、やっぱりパチンってね、うん、こうやっぱり入る気しますもんね。インパクトがやっぱりしっかりしてるからさ、やっぱアマチュアの人もそう思うのかな、うん、で案外と俺らは藤田さんもうまいけど谷口さんのパッティングは神だと思うけど、谷口さんのパッティングの動画あんまりいかなかったよな。そうですね、なあ、何なんでしょうね。あれなんでなんだろう。なんでだろう。なんでだろう。なんでだ、なんでだろう。なんかあるんですか。まあこのトリプルダイヤですかね。お、本当だ。はい。トリプルダイヤじゃん。ピックフラッシュの。もうトリプルダイヤが3万何がして売ってるんだ、うん、まあ、スピード入ってますしね、うん、661エボ4の、うん、シャフト代考えるとね、この中古クラブって本当安いですよね、うん、安い、十分だよな。フェアウェイウッドもな、なんかやたら初代のグロレがあるな。売れたんだろうなこの店で、こんなに初代のグロレある。5337、これな、俺らのチャンネルですげえ飛距離を見出したアルビゼット、うん、このスプーンだよね、ちょっと緑の方だよね、あこれだ、これこれこれ、バク飛び、うん、その次にこれもやったじゃん、これもめちゃめちゃ飛んだよ、この次のツアーのやつ、うん、ただよ、シャフトを普通に戻したら普通になっちゃったっていうね、うん、だ俺このシャフトが合ってんのかな、もう一回やってみるかこれで今
ね、シャフトちょっと軽くしてるからさ、逆に合うかもわかんないよ、可能性はありますね、うん、逆にそういうことなんだよな、うん、あと最近シューゴがね、うん、なんかすげえ音してますよ、うん、シューゴがすごい、アイアンもすごいし、なんかちょっと復活してきたよね、うん、いやクラブ良くなったんじゃないですか、まあそうだろうな、うん、間違いなく、オノフに目が行く今日この頃、なんかいいね、ちょっと前のやつですね、なんか来角がぴったり、ちょっとなんかフラットな感じ、うんうん、そうそう、最近のちょっとだけアップライトかなと思ったんだけど、僕ちょっとやや腕が長いんでね、うん、僕は多分一般のスタンダードよりややフラットなんですよ、27、8度から30度ぐらいのユーティリティっていうのもなかなかレアですよね、うん、6番ユーティリティとかはなかなかないんですよね、ね、これどう？セクシーのグースが強くなったね、新しいセクシー、そんなもん前から、うん、いやなんか特にネックの部分も肉厚になりましたね、より捕まえやすくっていう感じですか ね、 ね、それでいて相変わらず被ってないセクシーっていうのはね、本当に素晴らしいですわ、ちゃんと分かってやってるってことなんだろうな、澤地さんがあれして、うん、ここ見ましたね、はいはい、こんな感じですな、はいはい、うん、まあ尽きないですね、こうやって、うん、だから本当あれだよ、この間の関西君でも言ったけど、はい、こうやってさ日々頑張ってクラブ選んでるからさ、うん、やっぱいいクラブ探すやん俺、はい、そうですね、うん、結局前回の関西オープンもほぼ中古クラブ、そう、うん、だから本当皆さんも、うん、一生懸命クラブ探す、シャフト探す、うん、まあ、こういったことが50過ぎたら、うん、もう腕取り替えられないんだよね、うん、あとねやっぱりこう自分はブリヂストンかなとか、うん、自分はダンロップかなとか、うん、ピンかな、テーラーかな、タイトかなってこう、うん、ブランド決まっちゃってる人も多いと思うんですけど、うん、そうそうそう、やっぱこうあるんだし打てるんだから打った方がいいっていうね、そう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 、うん、やっぱね俺もずっと言ってるピン使ってたけど、まあ、ちょっとまたこれピンもう一回やりたいけど、うん、ブループリント、まあいろんなものを試してみてはいかがでしょうか、はい、打ってみるのがいいと思います、はい、はい、そして秋田のね能代店で、はい、ぜひぜひぜひね、いいの揃ってます、僕ガーデンにも
ぜひ来ていただければと思います。ありがとうございます。宣伝ありがとうございます。はい、はいはい、ということで、宇都宮鶴田店でした。はい。